読売新聞の山本です。京都市長選挙の関係で見解を伺いたいのですが、今月の4日にですね、内閣官房副長官も務められた松井浩二さんがですね、正式に出馬を表明されました。で、自民党、公明党、立憲民主党が支援する枠組みというふうになっています。まずこの松井さんのですね、その印象と出馬表明された受け止めとですね、あと今後維新については、維新のですね、候補者のその選定の状況といいますか、進捗状況について教えていただけますでしょうか。まずこれは自民、立民、公明で推す候補になりますから、特に人物像について僕から評価はありません、コメントはありません。ただ一つ言えることは、もう自民党と民主党、立憲民主党、全くこの価値観が違う、そして野党第一党とこの与党の中で国会で戦うというような茶番劇を繰り広げながら、その代表のお膝元の京都で立憲民主党と自民党が選挙で談合すると、ちゃんちゃらおかしいなと、そういうふうに思います。また古い政治を繰り返して、自分たちの身近にいる支援母体、そこに一生懸命、その手厚く補助するような政治を展開していくんでしょう。そこにどんな京都の市民、京都市の未来があるのかなと。この古い政治が行われてきた結果、じゃあ今の京都市って本当に力を発揮できているのかと、僕は発揮できていると思いません。京都市が持っている力を発揮する中で、政治自体があまりにも古い団子政治をまたやろうとしていることは本当にうんざりしています。もちろん選挙でも強いと思います。強烈に強いと思います。だって自民党と民主党、立憲民主党と公明党が一緒になるわけですから、そこの支持母体も含めて考えたら票数でいくと圧倒的に強い選挙になると思います。でもそこに僕は京都の未来はないと思います。政治家の、古い政治が展開されるだけだというふうに思ってますから、ここに維新としては新しい風穴を開けていきたいと、そこに向かっていきたい、挑戦をしていきたいと思います。ありが像に向かっていくような状況になるかも分かりませんけれども、それでも僕は選択肢を示す必要があると。その古い政治のやり方にも本当にもうんざりしてますから、それがまかり通っているようじゃ本当に日本も、これ京都なんて日本の大都市の中心部ですからね。それが行われることを許容されるのかなと僕は思うんですけどね。メディアの皆さんも許容しているのかどうか知りませんけど、僕はおかしいと思いますよ。立憲民主党と自民党と公明党が京都じゃ仲良く手伝うわけでしょ。理解できないですね。なので、それで、もう選択肢がない。で、共産も何か無所属で支援しないでしたっけ。もう選択肢がないじゃないですか、そんな。僕、選択肢をしっかり維新としては示していきたい。新しい風穴を開けて、そして既得権と戦い、京都の力を発揮し、子育て世代が住みやすい街にする、未来の方を向いた政治をする、そういった人に僕は立ってもらいたいと思います。そういった候補者を選定中です。まだ決まっていません。これまでの考え方と違いはありません。ここで維新が候補者立てないとなったら、今の選挙構造のまま選挙とするようにしますよ。いいんですかね、それで。自民、公明、立民全員が推す、何をしたいかよくわからない人がまた京都市長になって、ずっと繰り広げられる。僕は真っ平ごとです、そんな政治のやり方。どんなに厳しくても選択肢を示していきたいと思います。ちなみにそれがまさに京都の八幡でも行われてますから、八幡市長選挙も昨日から始まりましたけれども、そこも全く同じ構造で、こんなとこまでもそういうことになってるんだなと思いますけれども、自民党と公明党と立民が一生懸命3社で、そして連合京都とかも応援していると、推薦しているという候補対維新の公認候補になっています。これ維新の公認候補いなかったらどんな選挙になってるのかなと。そんな古い政治ばっかりやってて、本当にいいのかな。僕は絶対いいとは思わないので、今回八幡でも選択肢を示しています。めちゃめちゃ厳しいと思いますけど、そして、京都市長選挙も
まあ、大変ですけどね。でも、まあ、そういった断固政治に立ち向かっていく集団が僕は必要だと思います。あとは、日経の泉代表が、うん、5年で政権交代を目指すというふうに発言されたことが、まあ、批判が集まっていて、今SNS などでも釈明に追われていて、知事自身も、まあ、批判をされていたと思いますけど、一方で維新も10年で政権交代を目指すというふうにおっしゃってますけども、このところは野党第1と第2とというところで知事の中で整合性が取れている、うん、まあ、そうです。まず野党第1じゃないですから、我々全然力ないですよ、国政において今。だって野党第1党にもなってませんから。ですので、まず次の衆院選挙の目標は、我々この公言している、公表している通り、野党第1党を目指すということです。自民党と対峙できるまともな野党を目指すということです。これが我々公言している目標です。ですので、だって今我々今野党第2党ですから、全国見てもまだまだ足腰弱いですよ。もうこれは事実だと思います。なので、野党第一党を目指すというのが我々の目標です。野党第一党じゃないんだから。でも、その目指される対象の野党第一党が政権交代を目指さないというのであれば、野党第一党はやめるべきだと思います。野党第一党って総選挙って政権選択選挙だから、野党第一党は次政権をこうひっくり返すぐらいの熱量をやんなきゃ、選挙なんて。それを野党第一党の党首自身が次は目指しませんっていうから、負けることを想定した方針でしょ。立憲民主党は本当そういうところあるね。負けることを後で言い訳するための保身行動に出ると。だからそういうふうに言ってるんじゃないですか。で、結局自分の身分を守るためにやってるってことじゃないですか、それは。でもやっぱり自民党と対する野党がないと、やっぱり日本の政治まともにならないから、野党代表はそこを目指さなきゃいけないけど、それを目指さないって公言するんですから、すごいなと。でも僕あんまり驚いてなくて、というのも結局さっきもあったけど、党首の押し座元の京都の市長選挙において立民と自民は組んでますんでね。だから、八幡も今始まってる八幡もそうですけど、実際は表向いてなんかカッコつけたこと一生懸命言ってますけど、で国会でなんか茶番劇みたいなことやってますけど、実際は選挙という最も重要な場面、政治家に近くの有権者からすると唯一意思表示できるような場面で自民党と組むわけですから、選択肢ないじゃないですか、そうなってきたら。だから、それを京都市という、ある意味日本の代表する大都市において、立民と自公はがっちり手を組んで談合政治をするんだから、政権交代を目指さないというのも、そうだろうなと、思います。なので特にその程度なんでしょうと。結局政治家の中で一生懸命自分たちの身分を守るために何が一番最適かというのを考えていることなんだろうと思います。情けないですね。政治家なんだからもう自分の首飛んでもなんか勝負かけていったようにね、と僕は思いますけど、自分たちの身分を守ることばっかりなの、自分たちとあとその厚遇も情けないです。それが野党第一党ですから。京都で立民と自公が仲良く手を組んで談合政治をやろうと、談合選挙をやろうとしていることに全てが表れていると思います。なので立民の党首が、次の選挙で、政権交代を目指さないというのも、そうなんだろうなと合点がいきます。そういった人たちを野党第一党に置いておくのは日本にとってプラスになりませんので、僕らが野党第一党にとって変わります。それを目指して次の総選挙を戦います。京都市長選挙という極めて大切な日本のこの重要都市の選挙においても立民は自民と戦わないという決断をしたわけですから、でむしろ逆に一緒に談合してやるというふうに決めたわけですから、僕らはそこにも立ち向かっていきます。選挙はめちゃくちゃ厳しくなると思います、票数の足し算したらね。でも選択肢を示せるように向かっていきます。そうしないと自民党がビビるような政党は生まれてこないと思います。要は維新としては今後自民と相乗りして首長選挙とかで候補者を推したりすることはありえないと。少なくとも野党第一党になって、なったら僕はもうそれは特に大型の選挙においてはやるべきではないと思います、戦うべきだと思います。ただ僕は今、最終的には大阪維新の会とすれば、大阪維新の代表でしょ、もう方針示してますけども公認しか出しません。推薦
については問題ない。東大阪の市長選挙もそうでしたけれども、やっぱり自公と戦う候補者を公認するか、あるいはもうそれにふさわしい人がいなかったら、もう力不足で選択肢を示さないこともあるかもしれませんけれども、中途半端に自民党と一緒にやるというのは僕は反対です。選挙においての政策は別ですよ。もちろん政策っていうのは全部僕ら何でもかんでも反対じゃないから、国にとってプラスになること、あるいは大阪や関西にとってプラスになることは是々非々なので、政策は是々非々でプラスになることはプラスで一緒になっていく、反対のものは反対だ、反対だけどより強い方に押していくための反対なのか、あるいは思想が違うから反対なのか、理由はあるんですけれども、政策は本当に是々非々でやっぱりやっていく。価値観が基本的に僕は自民党と違うと思ってますから、既得権、業界団体を守る政治、自民党がずっとやってきましたけど、僕らはそれと真反対の政治をやっていく、既得権と戦っていく、そして次世代の方を向いた政治をする、選挙が遠いかもしれないけど、次世代に、現役世代に投資をする、現在利益より将来利益、未来に向かって成長する、僕はこれがこれからの日本にとっても地方にとっても必要だと思っていますし、それが一種のアイデンティティだと思っています。なので、自民党体制のまとまる野党が今いないので、日本維新の会もそこになりきれてないから、僕はそれはやっぱり、そこに向かって進んでいくべきだと思うんです。僕は今代表している大阪維新の会ではもう首相において、自民党となんか一緒になるということはするつもりではありません。僕が代表である限りは、ただその日本についてどうするかっていうのは馬場代表のもとでみたいな話だと決めていきますけど、僕は基本的にはそういった大都市とりわけ、また特に野党第一党という立場になれば、まだそこまで至ってないというのはあるんだけど、野党第一党という立場になれば、それ一層そうだと思います。で、よく言われているんですが、兵庫で維新が斉藤知事を応援したじゃないかっていう、これはもうその通りなんです。兵庫はどちらかというと井戸さんの後継ので自民が割れましたから、井戸さん後継のいわゆる自民党の応援派と、そして改革派の斉藤さんということで僕が斉藤さんをして、そこに自民党も一緒にやったという、これは経緯があります。だけれども基本的に野党第一党が、自民党と大都市において、一緒に選挙をやるっていうのは僕は違うと思います。僕はそういうのやめるべきだと思います。ということは日本維新としては今後その自民党と相乗り、まだ野党第二党の段階だったらあり得るっていう、なんか東京の区長選挙なんかでも相乗りしてたんじゃなかったかなという記憶があるんですけど、そこは今の、僕は反対なんですけど、でも僕はって言ってもダメなので、組織ですからね、最終的には馬場代表のもとで決めていくということになると思います。少なくとも大阪維新の会の代表がある限りは、大阪ではそういった自民党と自民党と一緒の選挙はやりません。ただ僕が代表が変われば別かもなんで、僕はそういう考え方持ってます。で、これは政党がどうというよりは、やっぱりそれやらないとね、やっぱり自民党でなりますよ。やっぱり自民党だな。自民党と対峙する、ある意味正面切ってぶつかっていくような姿勢が見受けられなかったら、やっぱり野党第一党としてはふさわしくないし、政権交代を目指すのが野党第一党ですから、ふさわしくないし、自民党と対峙できる野党を僕は目指すべきだと思ってるので、政策で個々に出るのはいいんですけど、選挙を一緒になるというのは僕は反対なんです。よろしいでしょうか。事実としてなくて全然別件のことを聞くんですけれども、今日なんかめっちゃ警護厳しいなと思ったんですけれども、なんかあったんですか。今日から警護の対象になりました。ただその詳細については控えさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは囲み取材終了します。こちらでお願いします。